さあ行きましょう。続きです。新加入というか再加入のヒューガーを存分に使っていきましょう。ベスト8勝ち残りをかけたこの試合、なんて読めませんでした、すみません。対するアルゼンチンユースのキャプテンは皆様ご存知のこの人、サッカーの天才児ファン・ディアス君です。あ、ディアス君マラドーナモチーフの人でしたっけ。翼がいないんじゃつまらないな。右目いかれとんな、こいつも手加減はしないぞ全日本。あ、ディアス、クソ、これベンチから見てんのかな、これアルゼンチンユース、これちょっと強くなってきたんやろな。オッケー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 、よし。それぞれ要を要するチームだ。しかし最後はやはりディアスが来るだろう。天才を名乗るだけに調子に乗ると手強い相手だ。この試合ディアスを抑えられるかどうかに全てがかかっている。オッケー、ヒューガがよしエースポジションに収まっておる。で2ちょっとフォーメーション変えようかな。2トップブラジル対2トップにしようかな。2トップで新田を見すぎに変えるスタイルでいいっすよね、これね、この方がいいね。石崎がここでね、うん、これいいわ。で林を島津に変えて、とりあえずライトニングタイガーは頼りにしてますけど、それ以外あんまりシュートがどうだろうっていうのはあるんで、いきなりの雷。いや、そらそうでしょ。なんかこいつ若干足太い、そんなことない、そう見えるだけ。いかつく設定されてんのかな。まあ、少なくともあの腕まくりは間違いなくこいつだけですもんね。いいよね、ライトニングタイガー。ディアスが向かってくる、よしよっしゃ、いった。いや、これ開幕決めてしまえ、ビビらせてやるぜ。よし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 、ナイス、通用するということが分かった。そしてなぜか翼はこの時に試合には出てないのに喜びの輪には関わってくる。お、曲いいやん、アムレート君。アムレート君から、あ、カブラステキ君や、変な名前。いやでもね、よしよしよし、これめっちゃいいわ。ここでイーグルタックル、要はタックル系あるやつとムーンサルトパスカット、これで囲んだ、囲んだぜ、取ってしまえ、ナイス、よしよし。ここだ、ここで決めるんだ。前に人がいない、フリー、実質フリー、ナイス、なるほど、クリアかな。オッケー、ガルバンクライン君、ブローゾー君、濁点多いな、こいつ、こっち、アルゼンチンは。ヒューガなかなか、あ、バビントン、そっか、バビントン敵か。え、バビントンまあまあやりよるよ、気をつけないと。ファーティマ君、実呼んでしょ、強烈なシュート、ほう、必殺でもないのに島津を破れると思いで、バカが、ナイスース、よし、オッケー、必殺でもないのにバレリーナ君、ジェミニアタック、兄ちゃん、ズガゾ、こっちが兄ちゃんでもええがな、もうさせるかよ、えいはい、ナイスです。できれば、おい、見すぎ来てないな、おい、マジで来てないな、来てなさが異常やね、見すぎの。もうちょい持ち込むか、
ここで。よっしゃ来た。はまりました。ハイパーオーバー。パウ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 。詰めてますからね、ヒューガも。弾いてくれてもオッケーだよ。ふう。全日本ユースのコーナーキックだ。ザキさん。まさかのザキさん、ここから山猿。いったれー。ランダ戦や。おらおらおら。ライモンド君。マジか。あかんな、山猿。なんだ山猿なんだマジ。弾かれてまうな。どうしようかな。ちょっと悩みますね。ライトニングタイガーでもいいなとも思うんですけど、イーグルで行こうかな。ヤマザルバスター割と簡単に取られるという。マジかー、結構ブローゼ君、ミサキ君ついた。ミサキ君ジャンピングボレーいきますか。いけますか。いけると思います。よしよし。ただそこまでこれは強くないと思う。キーパーはそんな強くないんですけどね。オッケー、もうたかな。これはもうたかな。どうしよう。いやもう躊躇はしない方がいいですね。倒れてるって言っても多分来るんで、空っぽってわけじゃないから、ここは打ち込んだ方がいい。腕玉。うわマジでかこいつ。さすがやな。ソーダはシュートないっすもんね。カミソリシュートあんのか。行こう。カミソリシュート。ピリン！来た！打ちまくりやでもう。バミントン無理無理。バミントン無理。所詮モブなんだよ、お前らは。いやー、ここの能力高えなー。割れないっすね、ゴール。マジかよ。山猿タックルよ、これら。サトルステギ、サトルステギがそのまんま割り込んできてのシュートが一番ありがたいんだが、出すよね。そしてディアス君。ディアス、ディアス式海岸。ワン、ツー。バレリーナが踊るようにパス。このね、この弾けないっすよね、こういう時ね。俺が天才、ファンディアスだ。前転シュート。なんじゃこら、なんじゃこら、グルワや。うわー、これします。いける、いける、いけ、よー、ナイス。パスかい。あかん、待て待て、前転や。前転シュートすごいな、これ威力どうなんて感じだけど。島津頼む、もう一回や。疲れてるとは思うけども、頼む。いやまあよう頑張ったと思います今のは。まあもう弾いて味方がフォローしてくれなかった時点で負け確か。味方のせいや、しょうがない。ジェミに使って前まで行こう。パスカル君、ヘクトパスカル君。もうあかん、
あかんで。よし、マサオフォロー。もう実質的なジェミニアタック。ちょっと待って待って待って、あかんかマジで。シトウさんではダメなんだな。封殺されてんな方向が。弾かれるかもしれん。うわ最悪ですマジで。やばいやばいやばい。ザキさん。あーやばいやばい。低いボールで帰ってくんぞ。リアスにつく。ファールでもいい、ファールでもいい、もう止めてまい。ほんまにファールした。 PK や。え、いける？しまず三角飛びっていけんの？バビントン、マジで。忖度頼む、忖度頼むぞ。左、忖度頼む。よー、当たった。これ抑えろよ。よし、いやもうこれ勝負どころやな。ラビントンとモブ対決。嘘でしょ、嘘でしょ。ちょっと待って、マジでマジでマジで、もうマジでちょっと、もういい加減してほんまに。どうなった？ナイス。よしよし、行くぞ。マイエマイエマイエ。1点取ろう、1点取ろう。容赦はしない。ライトニングタイガー、走れ稲妻。ネオタイガー使わないし、ね、もう一択やわ。死ねや。よし、オッケーす。これでヒューガはもう休ませる。あともう一回ライトニングタイガーを打てるようにしたい。あー危な。ちょっと待って、テンション上がりすぎてちょっと酸欠みたいになってます。危な危な危な。今フラッとしたわ。ここも1点差のままで、できれば後半行きたいです。これムーンサルトバスカット。あ、見すぎか、見すぎステーキやな。ナイス。よし、病弱これは。よっしゃ、ナイス病弱。お前やったな、やったな、病弱やったな。よーし、よくやった。マジでよくやった。来た。カミソリパスは誰にも取られたことがないんでね。なんで俺沢田入れてるんや。沢田邪魔やな。カミソリパスは未だ誰にも取られたことはない。よし、切れ味鋭く入っていく。完璧ですね。ちょうどいい、ちょうどいい、ちょうどいい、ちょうどいい。オッケー。ここでワン、ツーツ。高いボール頼むぞ。松山、高いボール頼む。オッケー。完璧、ハイパーオーバー。命の限り。決まれ。よし。ガッツポーズ出ました。ここはガッツポーズが私飛び出しましたね。よし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 。ういや、でかい。今の1点はでかい。帰ってきよるかもしれんもんね。すまさ、まだ無理か。まだもう数試合無理か。さすがに。オッケー。いや、これでかいわ、ちょっと。見すぎ交代しないと多分もう死によるんで。
で確認しますね。見すぎが危ないので、チェンジ見すぎ、ニッターを使うしかないな。沢田ってどうなん、なんか持ってたっけ。東方コンビだけか。東方コンビってヒューガとのコンビですよね、多分。そうやな、まあありっちゃありやな。ただまあヒューガのガッツはゲンカまで温存したいから、まあまあ沢田を使って東方コンビで強引に前に進むっていうのはありですね。あと時間使えるでしょうからね、おそらく。オッケーオッケー、ちょっと沢田有効利用していこうか。なんか変じゃない、なんか変じゃない、なんか変や、くな、なに、なんか変やぞ。やばい、確定一点パターンのやつやこれ。ディアス君の前転シュート、左から、左からは確定やこれ。お前青ドンの金魚と一緒のパターンのやつこれ。わかるやつどんだけいんねんこれ。俺絶対入んねよな。ナイス、よっ、これだ。何がこれやねん、何がやねん、なんかひらめいたな。え、どういうこと、なんだよ、あれかな、その力をかけないサイクロンみたいなのひらめいたってことなのかな。じゃあこれ山猿ね、打ちたいんですけど、打とうか。なんかもうサトルステギがおらんところで打たないと大丈夫と思いますけどね、大丈夫と思いますけど。よし、バビントン、うわー強いね、ほんまに。シュートブロック能力が高いんですよね、すごく。よし、東方コンビ、ヘイヘイヘイ、ヒューガさん、タケシ、お前がたけしか、しっかりしなさい。イカズチのような勢いで突き進む。すげえ、イカズチっていうフレーズ出してきてるやん。どうしたらいいんですか、ヒューガさん。僕こんなところで渡されても困ります。します、裏のエースは俺だ。あー、もう点取れへん、新田はもう多分一生点取れへんな、これ。ライモンド君のアーモンド君、ソーダ君カット、カミソリ打ちたいっすけど、ここは我慢して、ここはカミソリパスを新田、ヒューガ、三崎、カズオ、三崎に合わせようか。ガッツが一番あるんで、とりあえず三崎、いいよいいよ、オーバーヘッド、まあ普通ですけどね、めちゃくちゃ普通ですけど、オーバーヘッド、オッケー。そうやった、そうでしたわ。美咲はプロ、ファールもらわれらでした、ファールもらわでしたわ。吉川日向君、強気の性格、正面に蹴ると思っとると思いますよ、正面来るだろうと。裏の裏を書いて正面、強気の性格、あれあれ、性格がバレている、いいです、いいです。どうしましょうかね、誰で、松山イーグルかな、ここは松山イーグルかな、安定の、たまに入るんでね。キーパー走いてくれても全然いいけどね。よし、オッケー、最終形まで持ってきた。よし、
完璧です。出てきた出てきた、翼が出てきた。なんでなんか主役みたいな感じになってんねん。お前なんかに気づいただけやから。っていうか出てこないんすね。出てくるのかなとちょっとだけ期待してたんやけど、その気づいたから俺もやらせてくれみたいな、出てこないんすね。ラビントンからのパスはパスカル君に届く。まあまあまあ、パスやろパスやろ、分かってんねん、パス絶対パスやから。ここはパス、スカイラムパスカット。マジか。いやー裏を突かれる。来た来た。いやこれ絶対止めてよ。呼んでたんやで。やるのか兄ちゃん。やるよそら。当てすらできん、届かへん。うわ囲んだー、やばい。どうする、全ブロでいく、パワーブロック。ちょっと待って、イーグル、あ待って、イーグルタックルでいこうか。やばいなこれ。ドライブシュート。うわー4人の、あ全く4人の利点を生かせず、何してんのほんまに。バミントンか、バミントンね。もう一回左、強気な性格やなこいつ。バミントンなかなかやるやん。コシノやん、性格だけで言ったらコシノ。ゆっくりいいのよ、行く必要が全くないから。これね時間使ってヒューガーのガッツを戻して、カミソリでヒューが410あったら、よし、これで打ちます。即打ちでいいと思う。いややっぱ優秀やな。カミソリパスがえぐい、めちゃくちゃ優秀ほんまに。東方コンビとかをやってるあれはないので、もうその体力はないので、もう直打ちでいいと思います。さあセンターライン上から、死ねや、よし、オッケー、めちゃくちゃ強いこれマジで。いやそうでしたもん、前作もそうやったんです。まあネオタイガーです、前作はね、ネオタイガーですけど、やっぱ頼ってましたよ。オッケーオッケー。さあディアス、もうどうしようもないぞ、正直もうどうしようもない。残り13分、3点差、いくらディアスがディアスであっても無理よ。全然なんか好き放題やってくれたらいいよって感じ、どうぞどうぞって感じ。時間使うね君、ワンツーは時間使うんだよ、知らんわけじゃあんめえ。松山君のディアスについた、シュート打ってくるかなこれは。いきますね、ディアスの顔腹立つな、なんかよう見たらこのテンパ野郎が。止めれるか、ナイス、よし。いやもう完全にしますが、もうディアスを超えてますね。バビントンのシュート、こういうの意外と危ないです。しますこういうの意外と嫌いなんですよ。当たり前の感じのやつが一番しますは嫌と聞いてます。燃えないんでしょうね多分、します的にも。オッケー、キャッチできず、ちょっともう多分ねガッツがなくなってるんで、
ここでチェンジやね。島津を森崎にイン。よし、完璧です。これで鉄壁発動。よし、攻め手に書く、攻め手を買い取るね。いやほんまこれ届かんな。なんか後々この届かなさがやばくなりそうな気がしますね。これまた来るんでしょ、どうせ。どうしようもないのよな、これ。絶対こうなるからな。森崎にも見せとこうと思って。今後の厳しい戦いに備えてね。よく見ておくんだ、このシュートを。森崎懸命に飛んだけどもね。まあ思い出作りやから、思い出作り。森崎の親父さん、多分そこそこ地元では有力な政治家やと思いますわ。じゃないと監督がこんな使うわけないっすもん。いやもう、いやいやいや、もう近づかんと。近づくんじゃねえ。体勢を崩しながらシュート。ほう、取られるパターンのやつ。うわうわ、ダッサマジ。それはあかん、それはよくない。パス来ると思うねんな。スカイラブタックル、ムーンサルトパスカットタックル。やっぱりな、パス来るよね。いや、ムーンサルトパスカットが見れるね、これで。スカイラブはこれタックルしましたから、どうだろう。うわー、ファールいった。いやでもナイスファールっす、ナイスファール。これはナイスファール。ファールは時間食うのよ。結局パス出して、さあ時間がないぜ。まあまあまあ、もう全然届かないぞ。勝ったな、勝ちましたね、これは。もう勝ったと言っていいと思う。やらんでいいぐらいやけど。最後奪い取りましょうか。結局立花兄弟はこのスカイラブタックル要因というか、非常にいいですね。ナイス。シュートはやっぱそれほど入らないんですけど、スカイラブタックル、あとジェミニアタックがやっぱ強い。よし、アルゼンチンユースを撃破。きたー、やったやったやった、嬉しい。これで次戦ぐらい翼帰ってくるんかな。帰ってきそうな気しますけどね。なんかひらめいとったしね、これだみたいな。オッケーオッケー、じゃあ次戦楽しみに行きましょう。